こちら今コールされましたが、赤東海地区代表の小林雄介選手、所属渡辺伝説が今筑波大でコーチを務められているんですね。そうですね、はい、前回大会ベスト8、非常にいい柔道を見せてくれました。こちらが近畿地区代表の西尾徹選手、大阪府警察天理大学の出身です。西尾選手は寝技が得意な選手ですけれども、学生時代尼崎 の全日本 学生体重別団体で去年全日本選手権優勝した太田氷河選手を背負い投げで投げた、はい、一番で非常にこう全国のファンに記憶されている選手です。そうです、寝技強いというイメージはありますよね、はい、小林選手が左、西尾選手も左組みの相四つです。小林選手非常に組み手が強いですよね、うん、しっかり絞ってますね、はい、引き手をすでに絞って、西尾選手は上げたい釣り手が上がらない、一方的に持たれている状態、釣り手が上がらないとなかなか技かけられない。小林選手引き回すような左打ち、またから肩やりの左を外刈り、いいですね松井さんからいったと素晴らしい声が上がりました、西尾選手の体側面を向いたんですが倒れるところまではいきませんでした。肩やりの左を外刈り、いい技でしたね。いい技でしたね。あれもしっかり引き手で袖を絞っているがゆえですね。西尾選手前に出ます。西尾選手は引き手でまず襟を持って相手の的を固定するところからスタート、寄ります、持ち替えて、ところがこの持ち替えようとすると小林選手なかなかさせてくれませんよね。西尾選手まず襟を持ってからよく動く袖に持ち替えようとしたんですが、やはり持ったところ外されてしまいました。小林選手が足技で力を剥がして待て。小林選手の引き手のコントロールが素晴らしいですね、はい、1分5秒が経過したところで西尾選手の方に消極的試合姿勢の指導が与えられました。西尾選手まずこの引き手で襟を持つところまで行くんですが、両襟、あ、定めましたね、うん、襟でいいやという形になりました。でもやっぱ釣り手が落ちていって数秒経つとこうなってるんですよね。背中に食いついた。いや、徹底してこうやっぱ引き手を持つ、襟でもいいからと思って持ったところをもうそこからもずらしてきますもんね、はい、そうですね。西尾選手よく動く袖ではなく、落とされると見て襟をがっちり掴んだんですけど、こう上手に落とされてしまうとい う西田さんのご指摘でした。西尾選手今度は肩口を持ちました。あれ一つ持って軸を作らないとどうにもならんということですよね。本当ですね。うまいな。ああ、小林選手うまい。うまいですね。手がうまい。肘が動く、体がずれる。はい。で、落とされないように西尾選手上に上げてるんですけど、そこから下にこう絞り込む。肩やりの背負い投げうまい。ちょっと審判がこう有効の迷い出を見せましたが、こう待てがかかりました。小林選手やっぱり引き手を取るそのバリエーションがすごくありますよね、はいはい、ずらしながらでも気がつくと持っているという経緯になります、はい、襟からついて、ね、持ち替えてというですね、まあ、左手を使ってとかですね、はい、今は肩襟から手繰りましたね。左の大外刈り一本うまい、素晴らしい翻弄した手ですね、はい、いかに組み手が大事かっていうのは分かりますね。本当ですね。しかしこの組み手の強さもこのフィニッシュの投げあればこそですね。素晴らしい。素晴らしい。小林選手の左大外刈り一本となりました。今のところ全部の試合がレベル高いですね。そうですね。充実してますね。この密度で最後までいったらどうなるんですかね。いやー素晴らしい。肩襟の技2回ポイントに近い技があって3回目を決め切りました。